広島といえば原爆ドームや宮島が有名ですが、それだけではないんです。今広島で注目を集めているのが神楽なんです。神楽とは本来五穀豊穣を願い氏神様に奉納する農耕儀礼です。広島の神楽は島根県から伝わり、時代とともに変化を遂げ、今では大衆娯楽として大きなホールなどでも公演されています。広島の神楽は大きく2つに分けられ、第二次世界大戦より前のものを旧米、戦後のものを新米と呼んでいます。旧米は重厚でゆったりとした印象です。演目は鬼や悪を退治するといった神話や歴史物語など分かりやすいものが多く、初めて見る方でも楽しめます。よりも見つけ出し、早々に退治いたさばやぞと思うなり。新米は大胆な演出やスピードの速い舞でより迫力が増しています。素晴らしい技が披露されると、会場からは自然と拍手が沸き起こります。どういうところが好きですか？あのね、衣装がすごいじゃん。おお、子供の頃だから、ね、20年、30年じゃない。三度の飯より神楽が好き呼ぶんだ。この子が好きで、地元がお祭りで見て始まって、今 DVD も見えるからごめんなさい。神楽のどんなところが好き？いや、どんなバッジ。舞い手から見た神楽の魅力とは何なのでしょうか？なるべく、その役になれるように自分のイメージで表現できればなといつも意識しています。それが面白さというか、やってても気持ちいいなと思うところです。ストーリー簡単なやつだったら分かりやすいとは思うんですけど、最初はやっぱくるくる回ったり衣装綺麗だったりすることだと思います。今後も定期公演やイベントなどで神楽が披露されます。あなたもぜひ広島へ神楽を見に来なさい。